のちょっといきなりやりました、はいはいはい、お前裁判員制度って知ってる？そんなお前知ってるね決まってないけど俺を誰やと思ってるのよ。斉藤さんだぞ。嘘つくなよお前お前石田さんやから。あの大胆なお笑い窃盗罪やめて。お笑い窃盗罪テーマが裁判だけに。いら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 、そんなつもりで言うてないよ。やってますよ。いやでも裁判員制度のこと生知らないっていう人もいるかもしれんから、はいはいはい、俺がちょっと教えてあげるわ。あマジで、うん、そんなことよりさ話変えんなよお前。教える言うてんの。いやいや誰も興味なさそうやからよ。いやそこはなんかお前が質問してきてくれよ。俺が質問してる。そうや。じゃあはいはいはい何裁判員制度について知ってるんですか？もちろん知ってるよ。うはいはいはい何じゃあ裁判員制度について、うん詳しく説明できるんですか？できるに決まってるやな。うはいはいはい何裁判員制度って漢字で書けるんですか？うん、しょうもないな。さっきから質問がしょうもないね。裁判員制度漢字で書けるに決まってるやろ。それやめてくれね。大したこと言うてないのにうおー言われたら気分悪いねん。ちゃんと質問してきて。じゃあはいはいはい何裁判員制度について詳しいっていうマウントを取れてご満足ですか？鬱陶しいな。じゃあそういうことじゃん。どうやって選ばれるんですかとか。どうやったらブサイクランキングに選ばれるんですか？知らん。ブスやったらやん。違うやんか。ちゃんとどうやって選ばれるか裁判員のこと聞いてきて。やっぱりあの書類審査があって面接があって、うん、最終的には水着審査があるんですか？ミスコンなんかおい。裁判員制度そういうことちゃうねんおい。裁判員の選び方はくじで選ぶねん。くじ？そうや。午前午後あ時間違うねん。時間じゃないのよ。くじ引きで選ぶの。くじ引きで。そうそうそう。だから二十歳以上の人やったら誰でも裁判員になる可能性があるっていう話や。マジで？そうや。じゃあ俺も可能性あるの？あもちろん。この人も。いやもうそれはもちろん。この人も。いやそりゃそうや。そうや言ってんの。二十歳以上やったらみんなあんねんそこは。マジで？そうや。でもさすがに貴様はない。誰が貴様や。急に口悪なったなお前。貴様はないよな。いや俺だって裁判員になる可能性あるよ。へえ。国って寛大やな。どういう意味？俺のこと一体何や思ってんの。寛大ですねほんまね。お前二十歳以上やったらな裁判員になる可能性があんねんけど、まあ、確率として言うなら、はいはい1万1000人に1人ぐらい。おちょうど井上のことをギリギリ嫌いにならへん人の割合と一緒。どんだけ少ないねお前。もっとおるわそんなもんは。お前ほんで裁判員もし なったとしてよ、どんな裁判をやるかも知ってる？いやどうせでもねそんな俺たち素人がやるぐらいやから、うん、大した事件じゃないんじゃない？例えばそのアイドルに抱きついて炎上事件とか、うん、あと韓流スターのモノマネして炎上事件とか、うん、あと半身浴の写真アップして炎上事件。俺やないか。全て俺の炎上事件や。なんで炎上事件裁判されなあかんの。違う、そういうしょうもないのじゃなくてな、はい、言うたら殺人事件とか結構重大な事件を担当するなんてこともあんねんで。マジで？でも俺法律とか知らんからそんなできへんで。そこは大丈夫よ。あの事細かに優しく丁寧に説明してくれるから。あでも裁判員になった人はこの事実があったかなかったか、でこの人にはどういう刑が最適かっていうのを考えればいいだけやから。あそういうのを考えるだけでいい。ああ、じゃあ例えば、うん、じゃあ井上は視聴者を不快にさせたことがあったか。なんかあったな。いやあったなやねん。ありましたね。ありましたね。じゃあ どれぐらいの刑に処す？どう処す？芸能活動100年停止。重すぎるやろお前。なんで100年も休まなかった。いいっすかね。あとこれやな。あの井上は石田に慰謝料1億円ぐらい。なんでそんな払わなかったの。ちょうどいい。意味分からへんやろ。ちょうどいいんちゃう。とりあえずこの先な言うたら裁判員制度のこと考えといた方がいいし勉強しといた方がええで。あそう、うん、じゃあさ俺あの勉強するためにも本書から、うん、とりあえず慰謝料もらっていい。なんで払わなかったの。もうええさあ今回のネタは裁判員制度でございます。はい、これはね、結構昔に、はい、その国からのオファーで、はいはい、このチャンネルでも何回かそういう話が出たんですね。あそうですね、はいはい、作ってまして、うんでまあ、ウェブ上でやるネタで、はいはい、本来はその俺らがネタやってる横でいろんな情報が出る、うんうんうん、みたいなんで、まあここ最近の、まあ、ウェブ CM という形ですね、はいはい、みたいな感じで作ってたんですけども、うんまあ、ひょんなことからね、まあまあなんやかんやありました、はい、2016年の出来事ですけど、はいはいはい、ひょんなことからはいはい、今やらできないっていうね。やっぱ偉いもんでやっぱちゃんとなくなるんですね。あそういう部分はね、はいはい、やっぱ普通の普通の企業さんやったらちょっと空いてやるみたいなことあるじゃないですか、うんはいはい、やっぱ国のはちゃんとなくなるんですね。もうさ国やからな。国
国のはやっぱちゃんとなくなって、うん、でまた裁判員制度という、うん、ねあの硬いちょっと重ためのやつですからね、やつでしたから、うん、はい、グッとこうでもおんのかな周りで、おる選ばれた人、いや分かんない、ね、俺もまだ出会ったことないねんな、はい、まあ、でも絶対になんか抽選はされてるからな、誰かが選ばれてるはずやねんけど、そうですねなあ、はい、まあだからこの時めちゃくちゃその裁判員制度について勉強しましたけど、うん、そうなんやみたいな結構ありましたね、あどういうのが、あもう覚えてないですけど最悪や、いやまあでも覚えてると思ったから喋り出したんやと思ったら覚えてなかった、いやいやあの別に言ったとてやん、いやいやもう分かるけど、でしょ、どんなんがあんのかなっていうのが、まあでもなんか表面的なことはなんかネタにこう書いてるやんか、まあ、まあもちろんね、そう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 、でもなんかあれちゃうかったっけ、選ばれたら、はい、なんかもう仕事とかなんだか休まなあかんのちゃうかったっけ、あでもそんなことないですよ、強制ではないんか、はい、で俺たちみたいな仕事はそんなに実はこの、うん、選ばれにくいとか、選ばれにくいとか、そうそう、なんか職種によって選ばれやすい選ばれにくいはなんとなく裏ではあるみたいなのを聞くな、はい、うん、みたいなのがいろいろあって、うん、へーと思って、で裁判インコっていうインコのキャラクターがおったりとか、へーそう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 、まあ、でもだって裁判員制度ももう言うても結構な年月経つやん、そう発足してから、そうですね、だってこの時も結局発足してからやっぱ全然認知度が上がっていかへんから認知度上げたいっていうのでこのオファーが来た、そうやろな、はい、だからどうなってんねやろな、ほんまに、そうですね、参加してみたいなと思う時はあるけどね、あそう、ないなんかあの実際に行ったことはないけどさ、はい、まあ、いろんな例えば、じゃあ芸能人の覚醒剤とか、はい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 、で裁判するでこう傍聴人がいっぱい並ぶとかあるやん、はい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 、気持ち俺分からなくはないもん、あそう、どんなことをしたんやろうとか、特に理解できない系 の, さあの事件、うんうんうん、例えば分からんけど、まあ、よくないけどじゃあ窃盗とかね、はい、やったらもうなんか金がなくて困って盗んだんやろな、うん、まあ、なんか理解はできるよ、はいはい、でもこの人なんでこんなことしたんやろ、うん、理解できないもんってあるやん、はいはいはい、とかはちょっと裁判員でもええし傍聴人でもいいから行ってみたいなって思う時はある、興味本位で行きたいってことですね、まあ、興味本位というかまあ知りたいな理由を、はい、うん、あそう、いや俺は怖いけどな、まあまあ知りたないもあるし、だから知りたないもあるやん、うん、とそれの反面なんか知りたいもあんねんな、まあ、でも選べないですからね結局は、まあそう、もちろんもちろんそう、はい、俺だってあのやっぱ大学行く時に法学部も一個悩んだのよ、はい、そうやっぱあの法廷とか模擬裁判とかやんねんな法学部、はいはいはい、とかもうちょっとしてみたいなで悩んねんけど、はいはい、まあ、結果俺はやめてんけど、うん、なんかちょっと興味はあったから、ああそう、うん、やっぱ裁判員制度のそのくじで引かれて、うん、くじやねんで知ってた、あ抽選っていうのは知ってた、ああそう、そのどういうくじかは知らんねん、はいはいはい、そのコンピューターでバチッと当てるのかどうかとか分からんけど、はいはいはい、抽選で選ばれるは知ってたな、くじで選ばれて、もしもこう井上さんこう来たらどうするんですか、ハガキか何とか届くんやろだって、はい、いや空いてたら行くと思うで俺、あもう行く、まあねえ一応そのねえ経験はしてみたいなとは思いますけどね、うんうん、はい、であの公害したらあかんとかもあるしな、あ、はいはい、めちゃくちゃ怖いけどな、そのうわーそのとんでもない事件やったらさ、うわあ、まあいやそれは怖い怖い怖い、そんなんしか選ばれへん、えあーなんすかね、まあそれはもう民事は入ってこないからね、多分刑事事件やから、うん、もうやっぱ大きいもんになってくると思うで、いやいやそんないろんなこう証拠とかうわっつって、うん、
そうやな、でもそれはあると思う。嫌やわそんな。参加したことによって PTSD みたいにちょっとなんか持ち帰ってしまう人はいるかもしれないよね。まあでもやっぱ法律上ね、やっぱり公平を期すためにっていうことだからな、はい、そうですね。まあでもまあこれでね、裁判員制度についてちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。あ、そう、これでやっと私はその国にちゃんと、うん、一応貢献、恩返しができるというか、うん、そうね、はいはい、まあ俺がする必要ないけど、ほんまほんまお前がせなあかんねんけどな。いや俺は国にこう恩返しほど何もできないからさ、実際、はいはい、ちゃんとお詫びというか、もともとはそれをやるわけですからね、まあ、ね、はい、まあ、でもこれをご覧になって少しでも裁判員制度に興味があった方、調べたらもっといろいろ出てくるんだよ。いっぱい出てきます。で、はい、ああなるほどなーっていうことも出てくるし、はい、興味湧くようなこともいっぱい出てくるってことだもんね。めちゃくちゃ本読まされましたからね。あ、国から。だ、その説はなんかすいませんでした。いやそうですよ。本当に。めちゃくちゃ本読んで、うん、でこのネタも書いて。本当申し訳ない。何回もこうやり取りあって。ディスカッションもして。なくなったんですよ。いいね。チャンネル登録も。何がいいね。何がいいねや。めちゃくちゃバッドやないか。いやその説は本当申し訳ございません。ご迷惑かけました、はい、ぜひね皆さん興味を持っていただいて調べていただけたらと思います。いいね、チャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。